朝日健太郎君おはようございます,います、えー、自由民主党の朝日健太郎でございます、えー、斉藤大臣はじめ政府参考人の皆様本日はよろしくお願いをいたします、えー、まずはじめに、えー、国交省の経済支援策について全般的に伺っていきたいと思います、えー、まず今般の燃料価格高騰の対応について伺います まご案内のとおり、ロシアによるウクライナ侵略に伴う経済的な影響は大変甚大なものが出ております。まあ、連日のこの原油価格の高騰に伴うエネルギー価格全般が上昇しており、大変国民生活に影響が出ておるというのはもう言うまでもございません。まあ、さらに、国民生活に直結するさまざまな物資、まあ、食料全般、まあ、こうしたものにも物価高、こうした大きな影響が出ており、 ま,あまだまだこのウクライナ情勢、見通しが立ちませんので、非常に国民生活、国民の皆さんにも不安が蔓延しているのではないかというふうに思っています。また加えて、この2年以上にわたってコロナ禍の影響、これもまだまだ終わりが見えません。まあ、その中で、経済的に厳しい環境にある生活、特に中小・小規模事業者の生りわいにも大きな影響が出ているというのは、もうずっと議論をしている最中であります。まあ、そのの中でで国交省でも運輸物流関係事業者の皆様に このコロナ禍の中で、まあ、補助金であるとか、まあ、特例貸付金のような支援策は行ってきていると認識をしております。まあ、それに加えて、このダブルパンチでこの原油価格の高騰が加わってきて、今まさに国民生活、えー、加えてコロ,ナからコロナ禍からの経済の再生、これを我々はしっかりと推し進めなければならないと考えています。まずはじめに大臣にお聞きをしたいと思います。えー、燃,料燃料の高騰による影響。 を受けるです、ね、タクシー、バス、トラック等です、ね、運輸、物流関係事業者への影響、そして国交省の支援策について確認をさせていただきたいと思います斉藤国土交通大臣、はいあの。朝日委員ご指摘のようにあの、今般の燃油価格の高騰により、交通、物流事業者は大変厳しい経営環境に置かれております。あのこのたためめ月4日ににに取りまとめられた原油価格高騰対対する緊急対策に基づき 国土交通省としてまず資源エネルギー庁の原油価格高騰の激変緩和制度に準じたタクシー事業者に対する支援の拡充それから離島航空路を運航する事業者に対する支援を行っておりますまたあの引き続きトラック運送や内航海運について燃料の価格上昇分が適正に運賃に反映されるよう 取り組みを進めております。まあ、こうした取り組みを着実に進めていくことで、国民生活や企業活動への影響を最小限に抑えてまいります。また、あの岸田総理からは原油、価格、原油、価格などの高騰対策について、緊急対策を4月中に取りまとめられるよう指示があったところでございます。えー、国土交通省としても、えー、政府全体の検討を踏まえ、適切に対応していきたいと思っております。 朝日健太郎君ありがとうございます。引き続き、政府全体で取り組んでいただければと思います。続いて、今、先ほど大臣からもご言及がありましたけれども、東京都の当初部の支援について聞いていきたいと思います。私もいろんな意見交換の中で、東京都、ご案内のとおり、多くの当初部を有しておりまして、また多くの広い領海も有している、非常にまあ,ある意味、東京都というのは特殊な特性を持っているなというふうに考えております。 でまあ、そういった意味で、この島しょ部支援というのは、まあ、国土の保全、領土、領海の保全といった観点で、離島振興をしっかりと進めていかなければなりませんし、特に離島にお住まいの皆さんの生活、こういったものも支援をしていく必要というのは、もう言うまでもないと思います。まあ、やはりあの離島にお住まいだけあって、物流であるとか、まあご本、ご生活者の皆さんの移動、こういったものも飛行機であるとか、船であるとか。 まれわこういう本州にで、本土で生活している方々よりははるかにコストがかかるという意味では、国交省でも離島活性化交付金等で支援をされているというふうに思います。ただ、先ほどご言及ありましたけれども、この原油高、物価高、さらにこの島し部の皆さんに追い打ちをかけているように思いますし、非常にさまざまなご要望の意見も上がっておりますけれども、そうした意味で、島し部の支援、この拡充について、さらに進めるべきだと考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。 青柳国土政策局長お答えいたします今般の原油価格高騰に対しましては、資源エネルギー基地等において、全国的な対策としての燃料油価格激変緩和対策事業、また離島向けには、離島のガソリン流通コスト対策事業が実施されているというところでございます。 また国土交通省においても、割高な輸送コスト軽減の観点から、離島活性化交付金を活用して、離島地域の事業者の産品や、その原材料にかかる海上輸送費に対して支援を行うことで、離島住民の定住促進を図っているところです。今後、こうした対策の効果も見極めながら、必要な施策について、関係省庁とも連携しながら、しっかりと対応してまいりたいと考えております。君 ありがとうございます引き続きの支援をよろしくお願いしますまあ、離島が元気になると様々な特産品であるとかですね地域経済にも大きな影響があると思いますのでよろしくお願いします、えー、続いて観光需要喚起策について伺っていきますまあ、コロナで本当にこの観光産業全般あの非常に大打撃を受けておりますで昨今はま県民割り始めブロック割りこうしたもので 非常にこう報道等を拝見しますと、行楽シーズンにもあ,あ相まって、様々なこな人出が戻ってきているような印象が受けます。また先月末にはまん、あまあ、延防止、全国的にすべて解除されましたので、まあ、新年度を迎えるにあたって、まあ、新しい生活を始められた方々も多いかと思います。ただあの、東京都に限って言えば、この県民割りブロック割りというのが今、適用除外というふうに私も認識をしておりますし、 あの東京都の今のお立場からすると、国の GoTo トラベル、これに連動した形で、東京都もこの県民割、ブロック割りの再開、GoTo キャンペーンの再開を検討しているというふうに伺っております。一方で、この東京都というのは、昨年延期をされた東京2020大会、招致が2013年に決定をいたしましたので、それから、 7、8年にかけて大会開催に向けたさまざまな投資、行われてきたわけですけれども、そうした中で特に、まあ、例えば宿泊業を中心として、観光産業の皆さん、非常に今、苦しい状況に置かれていると思います。まあ、その中で、今後、国としてもこの GoTo トラベル、この再開に向けた今、どのような状況にあるのか、確認をさせていただきたいと思います観光庁、和田長官。 お答え申し上げます観光庁といたしましては、県民割事業の林県や地域ブロックへの拡大も含め、まずは各県において、地域の感染状況を踏まえつつ、観光需要の喚起に向けた取り組みを着実に進めていただきたいと考えております。その上で、新たな GoTo トラベル事業につきましては、感染状況等も踏まえ、注意深く検討し、すでに確保した予算を活用して、適切な時期が来たならば迅速に実施できるよう、 必要な準備を進めているところでございます。また今後の制度設計につきましては、事業開始後の実施期間も含めまして、観光関係事業者が置かれた状況等を十分に伺いつつ、さらに検討してまいりたいと考えております。朝日君、はい、あのまあコロナの状況を見ながら。 まあ、あの慎重に GoTo キャンペーン再開になるとは、私も認識をしておりますけれども、まあ、いざ再開してからそこからの足の長い、こういったものが非常に観光産業の皆様にとってはあの希望になると思いますので、そういった検討もお願いができればというふうに思います。そして、まあ、いよいよもうああの、アフターコロナの観光産業についてもしっかりと視野に入れるべきだというふうに思っています。あその点で、羽田空港の機能強化について伺っていきたいと思います。 コロナの影響がなければ、ですね本来であれば、インバウンド政策、コロナ前は非常に順調に推移をしていて、オリパラ大会を契機に、ですね2030年にはインバウンド6000万人の訪日客、非常に高い目標を掲げ、さまざまな政策が進められてきたというふうに認識をしています。まあ、加えて、観光資源、全国の観光資源の磨き上げであるとか、あとは2019年からは国際観光旅客税も導入をされ、ですね非常にこの 国を挙げてのこの観光産業のこう政策というものは力強く進められてきました。まあ、その中で羽田空港に関しても非常にまあ機能強化を謳われているわけです。けれども、成田空港と羽田空港両空港を合わせて、年間100万回の発着回数というものを目指しているという風うに認識をして目指してきたという風うに認識をしています。まだ道半ばだと思います。けれども。 まあその中で、この100万回を、両空港での発着回数100万,円100万回を達成するために、羽田空港の場合、新航空路っていうんでしょうか、非常に都心部の上空を15時以降、飛行し始めて、非常にそれを皆さんご覧になったかと思いますけれども、私も上見上げたら手届くんじゃないかなと思ったんですけれども、そういった意味においても、非常にやはり地域住民の皆様からは、非常にまあご心配の、 声もも上がっていいるのも事実だと思います今あの、コロナの状況の中で、ある程度便数が減便されている中でも、非常にそういったご意見も多い中で,です、ね、まあ、ただ一方で、先ほど言ったあの年間この発着回数100万回というものは、しっかりと目指すべきだと私も思っておりますけれども、このあたりの展望について、ご確認をさせていただければと思います。久保田航空局長 お答え申し上げますあの一昨年3月に運用が開始されました羽田空港の新飛行経路につきましては平成26年から令和元年にかけまして計5回にわたりまして東京都や千葉県等の関係自治体などによって構成されます首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会において議論を重ねこれを踏まえまして委員ご指摘の将来的な 航空需要の拡大を見据えた首都圏空港における年間発着容量約100万回の実現、それによる我が国の国際競争力の強化、そしてこれまで千葉県が負担していた損影響の首都圏全体での共有等の観点から、令和元年8月にこの新飛行経路の導入を決定したものでございます。現在、新型コロナウイルスの影響もございますが、 こうした議論の経緯と踏まえまして、私どもとしては引き続き運用していく必要があるというふうに考えておるところでございます。そしてあの委員ご指摘のように、まあ、新飛行経路の運用に当たりましては、住民の方々から騒音や落下物に対する経路か地域、その皆様方の懸念や不安の払拭を図るということも必要でございます。さまざまな騒音、落下物対策を実施をしているところでございます。 また、加えまして、関係自治体からですね、新飛行経路の固定化の回避に関し、累次のご要望があったことを受けまして、羽田新経路の固定化回避にかかる技術的方策検討会というものを立ち上げて、最近の航空管制や航空機の技術革新を踏まえまして、現在の滑走路の使い方を前提とした上で、固定化回避、騒音軽減の観点から、 新飛行経路の見直しが可能な技術的な選択肢がないかということにつきまして、幅広くご検討いただいているところでございます。昨年の検討会では、羽田空港におきまして、技術的に採用が可能で、かつ採用した場合の騒音軽減効果が高いと考えられる飛行方式としまして、2つの方式を選定いただいたところであります。この結果を踏まえまして、現在私どもの方で、安全性評価などの 具体的な作業を行っていいるところでございます国土交通省といたしましては、将来的な航空需要の拡大を見据え、羽田空港におけます新飛行経路の運用に関し、地域の皆様の声に耳を傾け、引き続き騒音落下物対策や固定化回避の実現に努め、必要な取り組みを行うとともに、成田空港におきましても、新シーカス走路、新設等の機能強化を進めることによりまして、 えー、両空港において首都圏空港の年間発着要領約100万回の実現というものを目指してまいりたいと考えてございます。有田君あ、朝日君。ありがとうございます。あのそうですね新飛行経路のまたさ,さらなるこの模索もしっかりと続けていただきながら安全対策今私も伺ったようにですねしっかりと地域の皆さんにもお伝えをしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。 続きまして災害対策について伺ってまいりますその中で今日あの港について伺います本年3月16日福島県沖を震源とする震度6強の大きな地震が発生をいたしましたそれに伴いまして新幹線にも影響して先週前線また開通したというところで本当にまあ皆さんにもご苦労をかけたまあ非常に 厳しいいいい時間が続いたなという,ふうに思っていますその中で特に相馬市、南相馬市にまたがる相馬港、この岸壁も非常に影響、被害に遭いまして、15ある公共岸壁のうち、耐震強化岸壁を含む4岸壁のみしか利用ができない、いわゆる11岸壁はもう非常に大きな被害が出て。 使用ができなくなくっったというふうふに、えー、伺っておりますある意味、耐震岸壁強化岸壁の4バースあったことによって、そこを起点に復旧も非常に早かった、スムーズに行われたというふうにも理解をしております。まあ、そういった意味においても、この耐震強化岸壁の必要性というのは、特に東京に関して、東京港に関しても、もう言うまでもないというふうに思っております。まあ、首都直下地震のリスクが今、抱える中で、ですねこの東京港の,あの経済活動というものをしっかりと維持する意味でも、 強耐震強化岩壁の必要性というものは非常に高いものがあると思いますけれども現在の整備状況についてお伺いをしたいと思います浅生公安局長お答えいたします耐震強化岩壁は大規模地震の発生後緊急物資を海上から被災地に迅速に輸送するためにまた国際的全国的な感染貨物輸送ネットワークを確保して 早期にに経済活動をを再開すするために重要な役割を担うと認識しております先生ご指摘のとおり、本年3月に発生しました福島,福島県沖を震源とする地震でも、相馬港の港湾施設が数多く被災する中、耐震強化岸壁は緊急物資輸送のための機能を維持し続けるとともに、応急復旧工事により、早期に通常貨物の輸送のための機能も回復いたしました。 その結果、被災した他の岸壁では二役できなかった貨物を、この岸壁で取り扱うことができ、地域の経済活動の再開に貢献したというふうに考えてございます。東京港におきましては、港湾管理者である東京都が策定している港湾計画において、既存の岸壁の耐震化も含めまして、耐震強化岸壁を48バース計画されております。このうち現在、耐震強化岸壁としましては、 19バースが共用中で、5バースが整備中となっております。国土交通省といたしましては、必要な耐震強化岸壁が早期に確保されるよう、整備を推進してまいります朝日君、はい。ありがとうございました。引き続き着実な整備の推進をよろしくお願いいたします。続きまましてて東東京京湾の高潮対策について伺い伺す、まあ、まあ東京都 特にこの江東5区と言われる東側地域というのは、ゼロメートル地帯であって、非常にこの水害のリスク、高いものがあるというのは、皆さん、共有をしていただいていると思います。でま河川整備、さまざまな堤防の強化、やっていただく一方で、東京湾は非常にまあ高潮のリスクというものも、あのリスクというのも高いという状況にあります。この江東5区 隅田川、荒川、江戸川に囲まれた地域には260万人の方々がお住まいですので、非常にそう考えるとあの、しっかりとそうした災害対策をしなければならないというふうに思います。またこの、そういった意味において、この高潮対策、防潮堤や水門、こうしたものの耐震化というのが非常に重要だというふうに思いますけれども、この東京港の防潮堤、水門、この耐震化についての整備状況、確認をさせていただきたいと思います。いい 浅川公安局長お答えいたします先生ご指摘のとおり、東京港海岸においては、背後に首都機能や人工資産が集積していることに加え、ゼロメートル地帯が広がっており、大規模地震が発生して、防潮堤や水門等が被災した場合、甚大な被害が生じる恐れがあることから、その対策は喫緊の課題であると認識しております。このため 東京都では、東京港海岸保全整備施設整備計画に基づき、平成25年度から東京港海岸の防潮堤、護岸、水門および排水機場の耐震対策に着手しており、令和3年度末現在で、えー、防潮堤および護岸の約83%、水門の約80%、排水機場の約67%で耐震化が完了しているところです。 国土交通省では、これまでも防災安全交付金により支援をしてまいりましたが、早期関係を目指し、引き続き協力に支援してまいります。朝日君。ありがとうございました。一方であの、例えばまだ老朽化、こういったものも課題で残っていると思いますので、そのあたりも対応をよろしくお願いをいたしますえ。続いて、脱炭素社会に向けた取り組みについて伺っていきます。 この順番を1個変えさせていただいて、港湾におけるカーボンニュートラルポートについて伺っていきたいと思います。まあ、港湾はもう言うまでもなく、輸出入のわが国の99.6%を港湾が担うという、大変まあ産業のまあ起点となるまあ空間、地域だ、エリアだというふうに思います、重要なインフラだというふうに思っています。一方で、この港湾、そして臨海部、この地域というのは、わが国の CO2 の排出量の約6割,6割を占める、大変こう、 環境負荷の高い地域であるというふうに言われています。発電所や製鉄、化学工業等、こうしたまさに CO2、非常にこう排出する産業が立地をするエネルギーの大量消費拠点であるというふうに、えー、言えると思います。まあ、我が国は2050年、カーボンニュートラルを目指すわけですけれども、この特に港湾エリア、こうしたものの CO2 の削減、カーボンニュートラル、カーボンゼロ、こういったものをしっかりと進める上で、 新たな政策としてカーボンニュートラルポートというものが、えー、進められていると思いますけれども、現在の状況、今後どのように取り組んでいくのか確認をさせていただきたいと思います。いい浅川公安局長、お答えいたします。国土交通省では港湾臨海部において水素、アンモニア等の受け入れ環境の整備や港湾地域の脱炭素化を図る。 カーーーボンニュトトラルポートの形成に官民が連携して取り組んでいま,すまた、内外の企業において、サプライチェーンの脱炭素化の動きが広まっており、港湾における脱炭素化の取り組みは、港湾の競争力の強化にも資すると認識しております。今後、各港湾において、カーボンニュートラルポート形成計画を策定するとともに、国土交通省、港湾管理者、民間事業者等が連携し、 この計画に基づく取り組みを進めることとしています。具体的には、港湾管理者によるカーボンニュートラルポート形成計画作成に対する支援や、停泊中の船舶への陸上電力供給施設の整備、港湾に出す炭素化の新技術を導入するための実証実験等を行ってまいります。引き続き、経済産業省をはじめとする関係省庁と連携しながら、カーボンニュートラルポートの形成に取り組んでまいります。 浅井君、ありがとうございます。あのカーボンニュートラルポートの推進というのはあのまあ、エネルギー政策でもありますし、カーボンニュートラル政策でもありますし、非常に今後港湾の景色が大きく変わる大変重要なテーマだと思いますので、引き続き、えー、協力をしていきたいというふうに思います。え続きまして東京港の物流そして渋滞対策について伺います。東京港はコンテナ取扱量日本一ということで、 あの湾岸エリアに行くと、非常に港もこういろんな場所からガントリークレーン等、ある意味、好きな人にとってみたら、美しい光景が広がっていますし、ただ一方で、コンテナ、非常に取り扱い量増えていく中で、その港湾近隣の渋滞、これは非常に問題になっています。まあ、東京都内湾湾岸部にに目をを移すと非常に港湾道路整備をしてていいただいて今後 非常に渋滞解消の政策というのは進められているというふうに認識をしています。その中で、港湾のこのデジタル化という中で,です、ねコンテナ、コンテナトラックの入体室こういったものをです、ね、デジタル管理することで、待ち時間であるとか、非常にこう効率化していくというのが、えー、通称コンパスですね、コンテナファストパスというシステムというんでしょうか、こういったものが今、実装されつつあ,あると。 横浜港、神戸港、大阪港では試験運用が行われていて、神戸港ではゲート処理時間が最大8割削減されるなど、今後本当にそういった意味では、混雑緩和に大きな効果が期待をされているというう思います。もちろん渋滞緩和にも非常に効果があると思いますし、運転手、ドライバーの皆さんにとっても、 まあ労働環境の改善にも非常に有効だというふうに思っています。まあその上でお伺いしますけれども、このコンテナ日本一の取り扱い量日本一の東京港。こちらでも、あの早期にコンパスの導入を目指すべきだと考えますけれども。現在の状況をお聞き、えー、確認させてください。浅川公安局長。先生おっしゃられましたコンパスでございますが。コンテナターミナルのゲート前混雑の解消や。 コンテナトレーラーのターミナル滞在時間の短縮を図ることで、コンテナ物流の効率化、生産性向上を実現することを目的としまして、国土交通省が関係機関のご協力いただきながら開発したシステムでございます。おっしゃられたとおり、横浜港、神戸港、大阪港では本格運用され、また本格運用に向けた取り組みが進められているところです。東京港でも令和3年度から コンテナ搬出入の予約制の実証事業が実施されており令和4年度からは国土交通省と東京都の連携のもと、このコンパスを活用した予約制について実施しその結果を検証する予定です国土交通省としては東京港における渋滞対策は喫緊の課題でと考えておりまして東京都をはじめとする関係者と共同し東京港でのコンパス導入に向けて必要な取り組みを進めてまいります 君ありがとうございました。まあ、今後この物流全体の効率化、こ、高度化、こうしたものを引き続き、あの。推進をしていただきたいというふうに思います。え、最後の質問になります。海上保安庁の領海警備体制の現状、そして人員確保について伺ってまいります。昨日、あの、自民党の国交部会でも。 海上保安庁の第3管区、視察をされたと聞いておりますが、私、行けなかったんですけれども、過去に私も、えー、東,京都東,京の東京都の領海を所管する第3管区、並びに沖縄の第11管区も視察をさせていただきました。まあ、非常にあの、まあ、船の老朽化とかいうのも問題でしたし、人員の確保、そういった問題意識を持って、これまで取り組んできました。まあ、そううししたた意味ににおいてやはりここの人員船こうした配置あの特に 今後この不安定な国際情勢の中で、海上保安庁の役割というものは、さらに高まっていくものがあると思います。まあ、その中で、尖閣諸島、この状況について一つ確,あの確認をさせていただきたいんですけれども、今、連日、報道等でも非常に領海なの侵入、またそうした中で海上保安庁の役割、こういったものもあの目にするわけですけれども、現状と。 そして今後しっかりと海上保安体制を強化していく意味でも人員の確保重要だと思いますけれどもこの2点について確認をさせてください海上保安庁奥島長官お答えいたします尖閣諸島周辺海域におきましてはほぼ毎日中国海警局に所属する船舶による活動が確認されております海上保安庁では 常に尖閣諸島周辺海域に巡視船を配備して、領海警備にあたっており、中国海警局に所属する船舶への対応については、相手勢力を上回る巡視船で対応するなど、万全の警備体制を確保しております。また、我が国領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、領海に侵入しないよう警告を実施するとともに、 領海に侵入する中国会計局に所属する船舶に対しては領海からの退去要求や進路規制を繰り返し実施し領海外へ退去させておりますこのような尖閣諸島をはじめとする我が国周辺海域をめぐる厳しい情勢に適切に対応するため海上保安庁では平成28年12月に関係閣僚会議において決定した 海上保安体制強化に関する方針を踏まえ、体制強化を進めているところであります。とりわけ人材確保につきましては、海上保安学校の採用人数を平成26年度に400人から約600人に、海上保安大学校の採用人数を平成28年度に約45人から約60人にそれぞれ増やすとともに、 インターネットををを活活用した募集活動を強力に推進すするなど学生の確保を図っておりますまた、さらなる取り組みとして、大学卒業者を対象とした海上保安官採用試験の新設、海上保安学校学生採用試験の受験者の範囲拡大、定年退職者等の再任用の推進などの人材確保の取り組みも進めているところであります。 引き続き優秀な人材の確保に努め、国民の負託に応えられる海上保安官を育成し、多様化・複雑化する海上保安業務に適切に対応してまいります。麻生君、はい。ご説明ありがとうございました。しっかりと進めていただきたいと思います。まあ、先日の ドラマでも海上保安庁も取り上げていただいたりです、ね、非常に国民の皆さんとの距離を近いというのは非常に重要だと思いますので、引き続き支援をしてまいりたいと思います。以上で質問を終わりたいと思いますありがとうございました